お待たせ、マキ。店員さんの手際が良くて意外に早く受け取れたわ。私はブラックで、あなたはカフェラテでよかったかしら。ええ、ありがとう。ごめんなさいね、エリー。結局注文を任せちゃって。気にしないで。せっかくだから外で紅葉を見ながら食べましょうって言ったのは私なんだし。それにしても一面赤や黄色でとっても綺麗よね。たまにはこうして景色を眺めながらお茶をするのも素敵だわ。あら、焼き芋が一つしかないみたいだけど、エリは食べないの？うん、もちろん私もどれだけ美味しいのか試させてもらうわ。ただこのお芋って結構大きいから、ほら持ってみて。わ、確かにこれは大きいわね。全部食べたらお腹いっぱいになって夕食が食べられなくなっちゃいそうでしょ。小さめのもあったけど、大きい方が甘みも強いって店員さんが言ってたから、これを2つに割って一緒に食べましょう。じゃあ私に任せて。ちゃんと同じ大きさになるようにきっちり割ってみせるわ。実はこういうのって得意だったりするのよ。そう？だったらお任せしようかしら。評判になってる焼き芋がどんな味なのかとっても楽しみだわ。